JR 東海全線走破の旅、前回までのあらすじ。スタートは静岡県の沼津駅、箱根の外周を鉄道で一周し、その後身延線を往復、静岡駅から新幹線に乗車し新大阪へ、その後米原まで戻り、大垣、美濃赤坂、岐阜を順に攻略。大阪飛騨号で新樽井線もきっちり乗り通したら、米原駅から新幹線で一気に豊橋駅へ。豊橋駅から東海道線に乗り、途中大府駅で降りて竹豊線を往復。最後は名古屋駅から近鉄特急に乗り松阪までやってきた。1日目の制覇状況はこちらの図の通り。 JR 東海営業路線 1970.8km 中 756.7km を攻略した。全線を環状したのは13路線中3路線だけ。2日目は三重県にある松阪駅からスタートします。ということで皆さんおはようございます。本日は2022年3月20日。前日1日目はここ松阪駅に0時になる直前に到着しました。それから5時間後、午前5時ちょうどに再び松阪に戻ってきました。まだ夜が明けておらず、景色も全く変わっていません。誰もいなくて寂しいですが、JR 東海全線走破の旅、2日目の旅を開始していきましょう。よろしくお願いいたします。なお、本動画には字幕が用意されています。画面上のギアマークから字幕を設定していただければ、本動画をさらにお楽しみいただけます。さて、まずは改札通過の儀式。あ、すいません。はい、失礼しますね。はい、どうぞ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、無事改札通過。名古屋駅から松阪駅には近鉄線を使ってやってきましたが、ここから再び JR 線の攻略を開始します。発車案内表示機にはすでに乗る予定の列車の表示がなされています。電車がすでに止まっていました。2日目の1本目は機動車に乗車します。松阪駅を5時20分に発車する普通列車の新宮行きです。顔が313系と同じですが、こいつはキハ25型という車両形式です。313系は電車、キハ25型は機動車で、それぞれ別形式となっています。これから今カメラに映っている滝方面に進んでいきます。ご尊顔をしっかり映したので、早速乗っていきましょう。と思ったら、いきなり列車が動き始めました。なんだなんだ？少し移動して停車。どうやら所定の位置に停車していなかったようです。列車に乗り損ねたかと思いました。焦った。この列車は普通列車の新宮行きワンワン列車です。降りの際は一部の駅を除き、車内で停車していただき、前乗り車両の一番前のドアをご利用ください。さあ、手動ドアの押しボタンのランプが消灯しました。手動でドアが開かなくなり、発車準備完了です。松阪駅、定刻で発車です。松阪駅から2駅、最初の主要駅は滝駅です。2面4線の大きな駅。ここで紀勢本線から三宮線が分岐しています。停車時間に余裕があるので、ホームに降り立ってみました。キハ25型が多数停車しています。まだ未明ですが、機動車が多数エンジンを起動しているため、非常にうるさいです。ホーム反対側にはキハ11型。2編成が連結されて2両になっていました。非常に珍しい光景なのではないでしょうか。珍しいキハ11型同士の連結を撮影したら、元の列車に戻ります。と、いつの間にか乗っていた列車の前にさらに2両停車しています。よかった。まだ完全に連結はしていませんでした。連結シーンを撮影します。連結完了。撮影できてよかった。事前に情報を持っていなかったのでびっくりしました。滝駅からはワンマン運転ではなく、車掌付きのツーマンで運転するようです。4両になっても車内には誰もいません。まあこの先で乗客が増えるのでしょう。期待しています。列車は発車時刻になり扉が閉まります。滝駅を出発。
夜が明けてきました。滝駅を発車すると分岐器で転線して一番右の線路に移ります。そして右へカーブ、直進していく三宮線と分かれていきます。さて滝駅で三宮線の電車に乗り換えず、そのまま新宮方面に向かったということは、この列車で新宮駅まで行くということです。乗車時間は松坂駅から数えて214分。3時間以上もこの列車に乗り続けなければいけません。これはとてつもない忍耐力が求められます。頑張ろう。さあ列車は川添駅に到着です。ここで最初の列車の行き違いを行います。川添駅の駅名表を撮影。すぐに扉が閉まります。次に撮影したのは伊勢柏崎駅。ここにも緑色の歩道橋があります。ここら辺は景色が似通っています。ここでも列車同士の行き違いを行います。時間があるので駅名表を撮影。対向列車がやってきました。キハ25型2編成をつないで4両編成の運転です。対向列車がやってきたらすぐに発車します。伊勢柏崎駅から5駅進んで注意信号を検知する城内信号を通過。ということはここでも列車の行き違いがあります。到着したのは船津駅です。列車の外に出て対向列車を待ちます。やってきました、キハ85型の特急南紀号。華麗に通過、かっこいい絵になるね。特急列車の通過を堪能したら船津駅を発車。まだまだ紀勢本線を南下します。船津駅を出て約50分、紀伊本線のビュースポットに到着。進行方向左側に水面が見えます。今走行しているのは足高駅の手前。ここで湾になっている海を少し高台から望むことができます。朝方で水面が太陽の光を反射してキラキラしています。足高駅を出た後も少し海が見えます。さあ足高駅を出て10分ほどで熊野市駅。ここは特急南紀号の停車駅です。駅名表が近くにあったので撮影。そして対向列車がやってきました。予定通りであればここが最後の列車行き違いをする駅になります。扉が閉まります。終点の新宮駅まであと少しです。熊野市駅を出てしばらくすると進行方向右側の景色が開けてきます。滝駅から今まで右側の景色は山しかありませんでした。視界が悪い状態が続いていましたが、ようやくいい景色。列車が大きな橋に差し掛かりました。熊野川です。非常に美しい景色。遠くに新しい橋を建設しているのが見えます。まもなく新宮駅に到着です。新宮駅のホームに進入。無事に新宮駅に到着しました。和歌山県。JR 東海の南端にようやくたどり着きました。いやはや長かった。駅名表を撮影します。そしてお世話になった車両を撮影します。新宮駅は JR 西日本との境界駅です。駅の管理は JR 西日本が行っています。駅の留置線には JR 西日本の列車が止まっています。手前の列車が特急列車パンダ黒潮号、そして奥の列車が一般車両の227系電車です。松坂駅から乗ってきた電車が車庫に引き上げていきます。ありがとうございました。さてこちらが新宮駅の改札外の様子です。南国の雰囲気がします。建物はそこまで新しくなさそう。駅前に銅像が建っています。そして記念碑、新宮鉄道開通100周年に合わせて設置されたもののようです。というわけで駅前はこんな感じです。駅中には227系サイクルトレインの看板があります。紀勢本線の新宮から紀伊田辺までの間は自転車を解体せずに車内に持ち込むことができます。さあ紀勢本線の JR 東海管轄区間はここ新宮駅で終わりなので折り返しましょう。3番乗り場に列車が参ります。
ご注意ください。JR 西日本の接近メロディーが流れます。個人的に JR 西日本のメロディーは好きです。皆さんはいかがでしょうか。さあ列車がやってきました。今日初めての特急列車、新宮駅を9時13分に発車する特急南紀4号名古屋行きです。特急南紀は先頭車両が自由席、全面展望を楽しむために先頭座席に向かいましたが、先客がいました。無事に目的の列車に乗車、和歌山県の新宮駅を去ります。滞在時間は19分でした。それなりに長かったですね。駅前、駅構内を十分に楽しむことができました。ご乗車ありがとうございます。特急南紀4号名古屋行きです。次は熊野市に停まります。熊野川を再び横断します。普通列車で3時間以上かかった工程を巻き戻っていきます。特急列車なので普通列車より 1.5 倍くらいの速度で進んでいきます。新宮駅を出て最初の駅、宇都野駅を低速で通過。相変わらず駅通過は気持ちいい。ちなみに紀勢本線の滝新宮間の最高速度は時速 85km、 そこまで速いというわけではありません。さてここで軽食でも取りますか。ベースフードのメープル味、特急列車だと食べやすくて助かります。列車は最初の停車駅熊野市駅に到着。往路でも映しましたね。そして何事もなく発車。次の停車駅は尾鷲駅です。ちなみにここで先頭座席に座っていた人が下車したので、すかさず先頭座席に移りました。トンネル内でも綺麗に全面展望を見れるのが先頭座席の良いところ。トンネルがどんなに長くても存分に楽しむことができます。列車はほどなくして尾鷲駅に到着です。乗降客の利便性を考慮して1番線に進入します。ちなみに新宮駅からここまで約50分で来ました。普通列車だと1時間以上かかっていたので、特急列車様々です。さあまだまだ紀勢本線を戻っていきます。先頭座席から見えるワイドビューな景色、キハ85型は全面展望好きにはたまらない列車です。列車は山の中を走行中、カーブやトンネルをいくつも抜けていきます。さあ次の停車駅に間もなく到着です。まもなく紀伊長島、紀伊長島です。出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。紀伊長島を出ますと次は伊勢谷に停まります。ご利用の際は足元にご注意ください。というわけで紀伊長島駅に到着します。紀伊長島駅では特急列車同士の行き違いがあります。反対側の列車は南紀1号です。南紀号としては長い5両編成でした。紀伊長島駅を出ると山間部を走行するようになります。しかし山間部に入ったからといって景色が悪いわけではありません。比較的景色が広がっているので、前面はもちろん側面からの眺めもグッドです。列車は伊勢柏崎駅を通過。行きと同様ここで列車同士の行き違いを行いました。列車は伊勢柏崎駅から進んで宮川を横断します。自然豊かな雄大な景色。そして列車は次の停車駅伊勢谷駅に到着です。列車は3分停車します。しかし特に行き違い列車はなし。扉が閉まります。伊勢谷駅での3分停車は何だったのか、もしかしたら臨時列車の筋があったのかもしれません。特急南紀は何事もなく伊勢谷駅を定刻で発車します。伊勢谷駅から20分弱、大岡駅を通過します。進行方向右側、ホームはありますが線路はありません。列車の交換がなくなり、線路や分岐器だけ剥がされたのでしょう。このような駅は関山線区ではよく見られる光景です。駅の前後で小さく S 字カーブをしているのも交換設備があった頃の名残です。ご乗車ありがとうございます。まもなく滝山です。降り口左側2番線の到着です。車内に忘れ物ないようご注意ください。
さあ進行方向右側より線路が合流してきました。 JR 三宮線です。シーサスクロッシングで転線します。滝駅に無事到着です。そして下車せず発車。 JR 三宮線はまだ攻略しません。このまま特急南紀で北上します。滝駅を出ると櫛田川を渡ります。そして徐行区間を通過。近くで何か工事をしているようです。滝駅の次の駅、徳和駅にたどり着きました。しかし超低速走行、なんと徳和駅の場内信号が停止現時になっています。何事？そして列車はついに停車。ズームアップするとわかりますが、対向からキハ85型が駅構内に侵入しているのがわかります。ここで特急南紀3号と行き違いをするのですが、その特急南紀号が遅れていたようです。本線場内進行、ようやく進路が開通しました。列車が動き始めます。しかし停止現時を一度食らったため ATS が切り替わらないとまともに速度が出せません。超低速で場内信号を通過します。不便だ。現時が上がったらすぐに再加速できるようにしてほしい。電車がようやく場内信号を抜けました。信号を抜けると同時に再加速。徳和駅の本線を通過します。この時点で定刻より3分遅れです。まもなく松阪駅に到着します。進行方向右側の線路は近鉄山田線。ちょうどよく近鉄特急島風と相対しました。島風は近鉄の豪華列車、いつか乗りたい。松阪駅で特急南紀4号を下車。お世話になりました。駅名表を撮影。そして特急南紀は足早に松阪駅を去っていきます。ありがとう。さて跨線橋を渡りまして次の列車に乗車します。予定より数分遅れて松阪駅に到着しましたが、乗り換え時間に余裕があるので乗り継ぎは問題ありません。次に乗車するのは名松線です。松阪駅を11時33分に発車する普通列車の伊勢沖津行きです。松阪駅を定刻で発車。発車してすぐに近鉄電車と並走します。列車はしばらく走行すると紀勢本線と名松線の分岐地点に到達します。ここで分岐器を分岐側に通過します。進行方向右側は田畑が広がる開けた景色、奥に近鉄線が見えます。そしてしばらくすると紀勢本線とも分かれます。ここからが JR 東海の路線の中でも屈指のローカル線、名松線に入ります。列車は小さな S 字カーブを抜けて伊勢木駅に到着。名松線でも行き違い設備がありながら、運行本数の減少によって設備が撤去されてしまった駅があります。さらにしばらく進むと列車交換設備のある駅に到着しました。伊江木駅です。名松線内で唯一列車同士の行き違いができる駅です。列車同士の行き違いに際しスタッフという通票の受け渡しを行います。この通票を持っていないと伊江木駅から伊勢沖津駅の間で列車を運行できないようになっています。これによって列車の安全を確保しています。スタッフの受け渡しが完了し扉が閉まります。伊江木駅を発車。ここからは山の中に入っていきます。だんだんと山が近づいてきました。列車はゆっくりとした速度で山の中を抜けていきます。枕木は木製。名松線ほどのローカル線となると、たとえ JR 東海管轄路線でも安っぽいものが使われていますと思ったら、線路脇にコンクリート製の枕木が置いてありました。交換直前で待機させているのでしょうか。やっぱりさすが JR 東海。しばらくすると雲津川と並走しながら進んでいきます。日津駅では桜が咲き始めていました。綺麗。ここら辺の桜は3月下旬頃が見頃のようです。日津駅を出てしばらくすると終点の伊勢沖津駅に到着です。当然のごとく駅構造は一面一線、
ホームの長さは2両分の長さがあります。記念に伊勢沖津駅の駅名標を撮影、そしてここまで運んできてくれたキハ11型を撮影します。これで名勝線を全線乗りつぶしました。13路線ある JR 東海の路線のうち4路線を全線環状です。まだ時間があるので駅周辺の観察をします。駅の終端には昔使われていた給水塔があります。伊勢沖津駅では地元住民による観光案内が積極的です。駅舎の中はいろいろなものが貼られていて賑やかになっています。さあ、折り返し時間が9分しかないので車内に戻りましょう。伊勢沖津駅の発車時刻は13時6分、扉が閉まります。伊勢沖津駅を定刻で発車、10分にも満たない滞在時間でしたが、これ以上ないくらい楽しむことができました。ありがとう。さあ、列車は伊駅駅に戻ってきました。ここで先ほどと同様、列車の行き違いを行います。伊駅駅の駅員さんがスタッフの受け渡しのためホームで待っていてくれました。伊勢沖津方面から来た列車からスタッフの受け渡しが完了。素早い。受け渡しの様子を撮影できなかった。対向の列車が来るまで時間があるので、キハ11型の撮影でもしましょう。別アングルからも撮影。絵になる。伊駅駅にも記念写真がいっぱい飾ってあります。駅前は特にロータリーのようなものはありません。記念に駅舎でも撮影しておきましょう。さあ、対向列車がやってきました。この電車が伊駅駅に着いたら松坂方面へ進むことができます。スタッフの受け渡しシーン、今度は撮影できた。さあ、駅員さんが戻ってきました。こっちの車両でもスタッフの受け渡し、無事に全ての作業が完了しました。伊駅駅を安全に出発できます。出発信号も青信号、スタッフ交換を存分に楽しんで松坂駅に戻っていきます。さあ、進行方向左側より紀勢本線が合流してきました。もうすぐ終点の松坂に戻ってきます。そして紀勢本線としばらく並走して、ここで線路が一本に絞られます。近鉄線とも合流しました。松坂駅に無事到着。名勝線の往復完了です。往路の時と同じ5番線に入線します。階段を上って跨線橋へ。次の列車の発着番線を確認。4番線にやってくるようです。先に1番線に普通列車の亀山行きが到着。これには乗車しません。亀山行きが出発していくので見送ります。少し遅れての発車となりました。紀勢本線は単線なので、対向でやってくる目的の列車も少し遅れてくるでしょう。さらに滝川から快速三重が到着しました。まだ津川から列車が来ていないので、ここで待たされます。さあ、ようやく列車がやってきました。約4分遅れての到着です。松坂駅を14時47分に発車予定だった快速三重11号の鳥羽行きです。指定席を確保したので、そこに荷物を置きます。松坂駅を発車、南へ下っていきます。松坂駅の次は徳和駅です。ここの場内信号で分岐側注意信号を現示。分岐器で副本線側に入線、そして1番線に停車します。この快速三重は徳和駅では客扱いは行いません。したがって扉も開きません。快速三重はここで対向列車の待ち合わせを行います。しばらく待つと特急南紀がやってきました。快速三重が待つ列車となると、やはり特急列車しかないでしょう。快速三重より上位の列車は特急しかありませんからね。特急列車をパスして進路が開通。列車が再び動き始めます。また徐行区間を通過。滝駅に到着です。新宮へ行く時と同じ4番線に入線します。早朝は滝駅から大岡方面、すなわち新宮方面に進みましたが、今度は時田方面に進みます。
滝駅を出発。快速三重はシーサスクロッシングで転線しません。今度は直進方向三宮線に入ります。近鉄山田線と再び合流しました。まもなく伊勢市駅に到着します。2番線に到着。反対側に停車しているのは同じく快速三重号です。伊勢市の駅名表を撮影。停車時間があまりないので柱についているものになりますが、さあ伊勢市を出発。 JR 線にとってはここからさらに閑散区間となります。列車は2020年に廃駅となった池の浦シーサイド駅を通過しました。進行方向左側を見ると美しい海が見えます。そして干潟も見えます。海を見ると心が洗われますね。海の見える区間を抜けるとまたまた近鉄線と並走。まもなく終点の鳥羽に到着します。こちらが鳥羽駅に到着すると同時に伊勢島ライナーが伊勢中川方面に発車していきました。列車は車止めのギリギリ手前まで進んで停車。 JR 三宮線はここで終わりとなります。鳥羽駅の駅名表を撮影。 JR 三宮線を勘定しました。 JR 東海の営業路線を13路線中5路線制覇しました。こちらが鳥羽駅の改札口。改札機がありません。さあ鳥羽駅の構内を軽く見学して折り返し同じ列車で来た道を戻ります。鳥羽駅を15時54分に発車する快速三重20号の名古屋行きです。近鉄特急がまた出発していきます。そしてさらにもう一本、行き先は京都のようです。近鉄線の方は夕方は特急列車の運行本数が多いみたいですね。さあ出発信号が進行源氏に切り替わりました。安全確認を行い扉が閉まります。鳥羽駅を出発。近鉄特急も同時に出発しました。さあまた伊勢湾の海に遭遇です。近鉄線は伊勢市鳥羽間で山の中を走行しますが、こちらは海が見えるので景色を堪能できます。さあ伊勢市駅に戻ってきました。往路とは異なり袋では伊勢市駅で12分ほど停車します。反対側から快速三重がやってきました。伊勢市駅では何やら駅員の方が赤い旗を持って何かを待っています。待っていたのは滝川から来たあの列車です。もう一本のキハ75型。そうです、ここで連結作業を行います。前2両を連結して伊勢市駅からは4両編成で運転します。滝川の2両編成が少しずつ近づいてきます。伊勢神宮の参拝客でしょうか。参拝を終えて快速三重で帰ろうとする多くの人が連結シーンを見学しています。さらに列車が近づいてきて、いよいよ連結。連結完了。連結シーンはいつ見ても見応えがありますね。ホロも完全につながりました。貫通路の整備も完了し行き来できるようになりました。列車は伊勢市駅を16時20分定刻で発車。2両編成から4両編成に増結されましたが、最前部の車両まで移動してきました。近鉄線と再び分かれます。さあ滝駅に戻ってきました。進行方向左側より線路が合流してきます。2番線に到着。ここからまた紀勢本線に戻ります。工事区間通過。結局この旅で4回通過することになりました。再び近鉄線に合流します。松阪駅に戻ってきました。そして松阪駅では下車せず、そのまま快速三重に乗り続けます。近鉄線と再びお別れ。そして名松線との分岐地点を今度は直進側に進んでいきます。ここからが紀勢本線で2乗の区間です。名松線が進行方向左側へと分かれていきます。のんびりとしたいい路線でした。ありがとう。さあ近鉄線を潜ります。近鉄線も左手の方に離れていきました。松阪駅の次は六軒駅。
ここで反対側の快速三重と行き違いを行います。反対側の電車が六軒駅で行き違うのを待っていました。高茶屋駅でも列車の行き違い、今度は普通列車、そしてなんとさらに次の阿漕駅でも列車の行き違いをします。列車の運行密度が高いですね。阿漕駅では快速三重も一旦停車します。客扱いは行いません。列車が阿漕駅を発車、津駅までのラストスパートをかけます。ちなみに滝駅から先、津駅までの紀勢本線の線内最高速度は100キロです。さっき乗ってきた三宮線も最高速度は100キロでした。快速三重はかなり飛ばすようです。さあ進行方向左手より近鉄線が合流してきました。まもなく目的地に到着します。扉が開いて下車、三重県の県庁所在地津に到着です。ここから先、快速三重は伊勢鉄道伊勢線を経由して名古屋駅に向かいます。伊勢線は制覇対象外なので、ここで列車を見送ります。さらば快速三重、お世話になりました。さあ次の列車まで時間があります。あちらに止まっているのは伊勢線内を走行する列車です。時間があるので駅名表もしっかり撮影。さて京城駅舎まで上がってきました。こちらが津駅の様子です。近鉄線乗り場と改札内が共用になっています。この構造は松阪駅などでも同様です。さあ次の列車は4番線から発車するようです。駅改札内ですが、吉野家の窓口があります。これは便利。時間が惜しいのでここで夕食を買ってしまいましょう。階段を上って4番線へ。名古屋へは JR の快速三重が便利です。主張が激しいことで鉄道ファンの間で有名な広告、しっかり踏みしめます。ホームに降り立つとちょうどよく近鉄特急火の鳥が停車していました。近鉄鉄軌道路線全線走破の旅でもお世話になったこちらの車両ですが、広告看板のせいで車両を満足に見ることができません。 JR 線から近鉄特急を見てそちらにお客が流れないように防止するためでしょうか。でもそれでも近鉄特急火の鳥の圧倒的存在感は隠せていません。かっこいい。さあ目的の列車がやってきました。津駅を17時23分に発車する普通列車の亀山行きです。列車の扉が閉まります。列車が定刻で発車。恐れ入ります。一旦ドア開きます。また扉が開きました。お客さんを乗せるためでしょうか。列車の本数が少ない線区ではこういうことがよくあります。列車は津駅を少し遅れて発車。まあ次の目的地での乗り換え時間はそこそこあるので多少の遅れは問題ないでしょう。津駅を出ると線路が2本並んでいます。しかしこれは複線ではなく別の路線、さっき紹介した伊勢鉄道伊勢線です。列車は橋の下をくぐります。上に線路が敷設されているように感じるかもしれませんが、実際には線路はありません。津駅からも引き続き単線区間を走行します。一新田駅に到着。下車客が多いので車掌が改札に手間取っています。車内の混雑はこんな感じ、結構人が乗っています。次に列車は下野庄駅に到着しました。ここで列車同士の行き違いを行います。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点亀山です。2番線に着きます。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。関西線は乗り換えです。乗り換えのご案内をいたします。関西線上り稲川笠戸四日市方面普通列車名古屋行きは17時56分発乗り場1番線です。変わりまして関西線下り関下部と柘植伊賀上野方面普通列車鴨行きはすぐの連絡です。
到着ホームの向かい側3番線に停車中の列車へお乗り換えください。途中石田駅と下庄駅での生産業務の影響で3分ほど遅れて到着します。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしました。というわけで列車は定刻より3分遅れ17時44分に亀山駅に到着です。ポイントを安全に低速で通過して駅ホームに進入していきます。亀山駅に無事到着いたしました。これで朝5時20分から乗り続けていた紀勢本線をようやく全線完乗しました。 JR 東海の路線13路線中6路線制覇です。さあ保線橋を渡ります。放送にもあった通り関西本線名古屋方面の列車は1番線からの発車予定です。ホームに降り立つと電車がちゃんと停車していました。2日目の旅でようやく初めて電車に乗車します。関西本線の JR 東海管轄区間は電化されています。亀山駅を17時56分に発車する普通列車の名古屋行きです。綺麗な転換クロスシートがお出迎え。車内が空いているのでここでお夕飯にしたいと思います。津駅で買った吉野家の牛丼、もうある程度冷めてしまっていますが美味しいでしょう。列車の扉が閉まります。亀山駅を発車、関西本線の攻略スタートです。電車なので今までとは比べ物にならないほど静かです。そして牛丼完食、ごちそうさま。さあ最初の停車駅は伊田川駅です。ここで列車の行き違いを行います。関西本線は一部複線となっていますが大部分が単線なのでこのように駅でしか列車同士の行き違いができません。次は笠戸駅、ここでも列車同士の行き違いを行います。やってきたのは快速列車です。さあ間もなく日没を迎えます。列車は川原田駅に到着です。ここで伊勢線と合流します。そして四日市駅に到着、石油タンクの貨物列車が多数停車しています。四日市貨物ターミナルです。ここでも列車の行き違いをします。さあ完全に暗くなって夜になってしまいました。四日市駅を出て次の主要駅は桑名駅です。ここでは駅舎を強靭化する改良工事が行われ2020年8月30日に供用を開始しました。ホームもきれいに舗装されていてとてもきれいです。さあ桑名駅も順調に出発、しばらくすると大きな橋を通過します。こちらの橋は揖斐長良川橋梁という橋で揖斐川と長良川を横断します。この先木曽川に架かる木曽川橋梁も越えて愛知県に入ります。列車は弥富駅に到着、この駅では名鉄線と同一ホーム上で乗り換えが可能です。弥富駅を出て高架区間に突入しました。八田駅です。左の列車は近鉄線の列車です。ここでも近鉄線と並行します。八田駅に到着、ここで区間快速の亀山行きと行き違います。2022年3月のダイヤ改正より区間快速が新たに八田駅と春田駅に停車するようになりました。さあ街の明かりが多くなってきました。宝石が散りばめられたような綺麗な景色です。列車は名古屋検車区の脇を通過します。東海道新幹線の高架をくぐり左へカーブ、地面に巻かれた青色の LED ランプは前回の動画でも紹介した列車進路地上表示装置です。まるで飛行機の滑走路のようです。名古屋駅の12番線に入線、右に停車しているのはおそらく特急南紀でしょう。名古屋駅に無事に到着しました。これで関西本線の JR 東海管轄区間を全線完乗しました。 JR 東海の運営する13の路線のうち7路線制覇です。名古屋駅に着いたら階段を上り下りします。さて次はこちらの列車に乗車します。こちらの見慣れない列車、
何者かというと、JR 中央本線に新しく導入された JR 東海のニューフェイスです。315系、名古屋駅を19時26分に発車する快速の中津川行きです。車内に早速乗ってみましょう。青を基調としており、浄化された空気が車内を包んでいます。車内案内表示装置は液晶ディスプレイ。JR 東海の普通列車用車両では初です。さあ、列車が出発します。まずはドアが閉まります。ドアチャイムは313系と同じだと思いますが、313系と比べると少し乾いた音がするように思います。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。快速中津川行きです。8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは1号車にございます。お客様にお願いいたします。車両には優先席がございます。お年寄りやお体の不自由な方、ヘルプマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力や思いやりのお声掛けをお願いいたします。次は金山です。自動放送も JR 東海では315系が初ですね。ちょっと新鮮です。さて、こちらは車椅子の方向けのスペース。わかりやすくイラストが床に描かれています。そして UV カットの窓。マークがわざわざ貼ってあります。トイレはこちら。新車のため清潔感抜群。多目的対応のため広々としており、設備も豪華です。次は千種です。さあ、千種駅で下車しました。315系の扉が閉まります。照明に照らされて光り輝く車体。313系とは全く別の雰囲気を感じさせてくれますね。315系が千種駅を去ります。短い間でしたが、思い出として十分に楽しめました。ありがとう。さてさて、千種駅で次の電車を待ちますが、ここで下り名古屋方面の列車が通過するようです。やってきたのは313系の回送列車。千種駅を通過する普通列車なんてそこそこ珍しいのではないでしょうか。まもなく2番線に特急信濃25号長野行きが到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は6両編成です。さあ、闇夜を貫く4つの光。383系特急信濃の到着です。千種駅の発車時刻は19時48分です。それにしても特急列車に乗るつもりなら、名古屋駅から乗ればよかったんじゃないのって思った方、いいじゃないですか。315系乗ってみたかったんだから。人生初の315系乗車でした。さて、最後尾車両自由席に乗車します。車内はそこそこ空席がある模様。窓側の座席に座れました。千種駅を発車。ここからは高速攻略を行います。さすが特急信濃、スピードが快速とは段違いに速い。高速で矢田川を横断します。そして高蔵寺駅に到着。ここで先ほど乗ってきた快速を追い越します。最新列車を全力で追い越し、これぞ特急の醍醐味だね。トンネルを貫いてまだまだ駆けていきます。さあ、千種駅を出て最初の停車駅、多治見駅で下車します。多治見駅の駅名標を撮影。そして見送ります。長野まで長い道のりですが、どうか無事に行ってらっしゃい。さて、こっちはエスカレーターを登って別の路線に乗り換えます。駅の発車案内を確認。目的の列車は5番線から発車するようです。多治見駅で特急列車を下車して乗り込むのは、タイタ線の列車です。多治見と箕面大田を結ぶので、両方の地名から取ってタイタ線という名前が付けられています。そのタイタ線を多治見駅から攻略します。20時12分発の普通列車箕面大田行きです。
二の太田行きの列車の発車を待つ間に宝蔵寺駅で追い抜いた快速列車が到着。ということは特急列車に乗らなくても快速列車で乗り換えができたことになります。まあ快速だと多治見駅での乗り換え時間が3分しかないので、乗り換えに余裕を持たせるためにも特急列車に乗って正解だったと思います。さあ快速列車からの乗り換え客を拾ったらすぐに発車します。安全確認をして閉じ目、多治見駅を出発します。亀山駅から多治見駅まで電車に乗ってきましたが、ここから再び機動車での移動となります。さてせっかくの大多線乗車ですが、すでに夜になってしまっていますので景色をあんまり楽しむことができません。今停車したのは姫駅です。すごく可愛らしい駅。ここで列車同士の行き違いを行います。次は蟹駅、ここでも列車同士の行き違いをします。ちなみにここと姫駅の他に小泉駅でも列車同士の行き違いをしたので、列車交換設備のある全ての駅で列車同士の行き違いをしたことになります。列車の扉が閉まります。蟹駅を出発、出発後すぐにもう一つ駅のホームが見えます。こちらは名鉄ひろみ線の新蟹駅です。 JR 蟹駅と名鉄新蟹駅は近くにあるので乗り換え可能です。さあ進行方向右手にライトアップされた車両基地が見えます。箕面大田検車区です。太田線と高山本線の普通列車の管理検査を行っています。車両基地を過ぎてほどなくすると終点の箕面大田駅です。高山本線の進路を遮って4番線に入線します。箕面大田駅に無事到着。これで太田線を全線環状しました。 JR 東海の運営する13の路線のうち8路線制覇です。太田線攻略記念に駅名表をしっかり撮影します。さて箕面大田駅は JR 線としては3方向に伸びる路線です。一番左が太田線、真ん中が高山線の岐阜方面、そして一番右が高山線の高山猪谷方面です。次に乗る列車はどの列車か。でもまあこの唯一赤字で示されている列車があるのでなんとなくわかるでしょう。乗り換え時間は17分。もう特急券も回収したので暇です。せっかくなので列車の撮影でもしましょうか。こちらの茶色い列車、長良川鉄道の列車です。ここ箕面大田駅は JR 線の他に地方ローカル線も伸びています。そしてその奥に何やら列車がこちらにやってきます。キハ75型、客室内が消灯されています。一体何のためにやってきたのか、ちょっと不気味ですね。待ち時間が長いので列車の運行状況を確認。これから乗る高山本線、何やら遅れている模様。列車の運行位置を確認すると乗る予定の特急ひだが4分遅れています。さあその遅れている特急ひだ、ようやく箕面大田駅にやってきました。一筋の光が差し込んできます。乗り込みますのは箕面大田駅を21時3分に発車する特急ひだ19号の高山行きです。最後尾車両自由席に乗車します。箕面大田駅を発車、高山本線の攻略開始です。さてせっかくの高山本線攻略ですが、外は真っ暗なので景色は楽しめません。ヨーグルトでも食べて時間を潰しましょうかね。柚子味いただきます。どん、ごちそうさま、美味しかったよ。ヨーグルトを食べ終わって列車の速度を確認。時速60キロ、特急にしては遅いです。遅れましてご迷惑をおかけいたします。
岩崎高山線普通列車坂上行き向かい側3番線から発車をいたします。車内予定物お忘れ物なさいませんようご注意ください。これで車到着号車庫へと入ります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。本日も JR 東海特急ひだこをご利用いただきましてありがとうございました。というわけで多少の遅れはあったものの無事高山駅に到着することができました。はい、着きました。2日目の最終目的地高山です。ここで2日目が終了になります。目の前に坂上行きのワンマン普通列車が見えますがこの電車には乗りません。ここ高山でこの2日目を終了しても3日目の行程には影響はないということで3日目は高山からスタートしたいと思います。坂上行きは見送ります。とりあえず見送ってたらあの電車が発車できないので、改札の方行きましょう。綺麗ですね、高山駅は駅舎が。2日目終わりですわ。まあ1日目に比べたらあんまり疲れもそんなに出なくて、まあ、乗る列車の本数が少なかったからね。さあ改札を出ましょう。はい、ということで駅舎の外まで出てきました。いや、すげえ立派な駅舎ですね。これが高山駅か。外国人観光客が多いということもあってすごい立派ですね。そして見てくださいよ、雪ですよ。雪、高く積もったものがまだ溶けきってないんでしょうね。雪が残ってます。僕も岐阜住まいですが、僕の住んでるところはとっくに雪なんか溶けちゃってますからね。同じ岐阜でも別世界ですわ。いや、本当この雪が残ってることからも分かる通り高山寒いです。明日が思いやられるな。3日目はここスタートなんでね。さて、長々と喋ってきましたが2日目の JR 東海全線走破チャレンジの動画はここで終了となります。最後にね、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、そしていいね、グッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたします。それでは動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。高山駅、明日もよろしく。